元ラタスクマムービーです。ご閲覧ありがとうございます。今回は R1200GS、スタイル2エクスクルーシブですね。エクスクルーシブスタイルちょっとご案内したいと思います。これ撮影してますが、2017年の4月の27日になりますが、先日、ラリースタイルの方は入荷しまして、情報アップしました。続いて、こちらのエクスクルーシブスタイルが入荷してまいりました。パッと見分かるのが、まずキャストホイールであったり、スポークホイールであったり、カラーが違うというところが、違うことなんですが、改めてちょっと機能確認なんですけど、今回のモデルより、オートアシストプロですね、クラッチ操作の8割を、そうですね、やらずにシフトアップダウンができる、オートアシストプロ、そしてあとヒルスタートコントロール、坂道発進を容易にするヒルスタートコントロールが装備になっています。ヒルスタートコントロールってもう一度改めて説明しますと、リアブレーキを踏まずして、フロントブレーキを握っている状態で1回離していただくと、リアが、いわゆるブレーキがかかっている状態で、後ろに下がらずに、いわゆる発進に集中できるシステムになります。現車は、今こちらラリーエクスクルーシブともにプレミアムスタンダードシート高820の、シート高が低いタイプ入荷しております。外観上の違いに関しては、そうですね、ラリースタイルの方で注ぎ面ですと、後方部分のカバーであったりとか、あとラジエーターのカバーであったりっていうのがあります。エクスクルーシブスタイルはその部分がついておりません。グレード的にラリー、エクスクルーシブとベーシックと3種類構成になるんですが、外観上ですとこのサイドシェラードの部分とかが、違います。あとベーシックが入ってくるとより分かりやすいんですが、こちらの、変更点ということになります。販売価格に関しましては、現時点で239万6500円ですね。ルパンブルー、こちらのラリースタイルの方は243万5500円ということで、こちらの方が若干ラリーと比べたらロープライスということになります。一つ前の、ラインナップで比較しますと、このラリースタイルに該当するものは、一つ前のスタイル、ラインナップですと、トリプルブラックのフレームと外装の色を変えたというのが、ちょっとざっくりした言い方になるんですけど、そこが異なります。エクスクルーシブスタイル、ベーシックスタイルでも希望により、スポークホイール仕様を組むこともできますが、追加料金5万4000円かかる上、基本的にシルバーリム、ブラック、ラリーはブラックリムなんですけど、シルバーリムの仕様になるということが現時点で分かっております。しかも時間が正直かかります。最低限やっぱ3ヶ月ぐらいどうしてもお時間いただくことになりますので、やっぱりご購入時っていうのはもう盛り上がってますので、できれば早くお乗りいただきたいところなんですけど、なかなかその部分が時間がかかってしまいますというところが一つデメリットとしてあります。ユーロ4の排気ガス対策車はもう、そうですね、今年のモデルみんなそうなんですが、このリフレクターの装備であったりとか、あとマフラー関係の触媒関係がその部分ですね。エクスクルーシブのこちらのカラーは、アイスドチョコレートメタリックという、いわゆる焦げ茶系の色になります。ちょっと見方によっては黒のメタリックっぽく見えるんですけど、茶色のメタリックになりますね。焦げ茶ですね。現車をご覧になりますので、ぜひご来店の方お待ちしております。ありがとうございました。